遠い親戚、面識なし、親か祖父のいとこのそのまた義名くらいで、バルカンの某国に嫁いだ人がいる。火薬庫だなんだときな臭く、紛争も絶えないイメージがあるあたり。そこは、キリスト教とイスラム教が混在し、向こうの実家からも異教徒と結婚するにあたって、相当な反発があった。が、当の彼女が改宗することにより解決、それだけじゃないだろうが。式当日、ブッダの花嫁が、極東から、国境も言葉も宗教も超えて、愛によって、我が国の青年と結ばれたと地元マスコミまで熱烈歓迎。平和と繁栄のためには、このような精神が重要なのだ。と感激されまくったという。日本人は宗教に関しては無頓着だからね。クリスマスパーティーした1週間後に初詣に行く国民だから。確かに無頓着なんだよ。回収させられたという意識も薄いんじゃないかな。献金や難しい儀式を強制されるわけでもないみたいだし。逆に、向こうから、ブッダの教えについて尋ねられて、ろくに答えられないものだから、慌てて勉強することになったらしい。基本として、お天道様のおかげ、お天道様が見取らせるでな。って教えは我が家にもあったように思うけど。今日財布を落とした。自分にとっては、大金&免許やカードも入っていたから、顔面蒼白で交番に行ったら、親切な中国系の人が届けてくれていた。警察官曰く、彼は、日本では、財布拾ったら交番に届けると、語学学校かどこかで習ったらしい。彼の正直さ加減に大感激&大感謝。そして、警察官の質問に、たどたどしい日本語で答えてくれたらしい、彼に激しく燃え、なんかの本で見かけた話なんだけど、アジアを回って最終的に日本にたどり着いた白人バックパッカーが何かの罪、おそらくパスポート不所持で警察に職質されたらしい。そこは旅慣れたバックパッカーの知識を生かし、千円札を握ってまあまあこれでと警官に握手するふりをして渡そうとしたら、それまで割と友好的だった警察官が、なんだこれは本官をバカにしているのか。と、怒髪天をつく勢いで怒り出し、世にも珍しい、贈賄の、現行犯で逮捕されたとか、何泊かして釈放されたバックパッカー曰く、アジアにも賄賂が効かない国があったんだと感心しきりだったとか。